コラ喫茶ってどんな印象ありますか？逆にいいと思いますけどね。なんかそういう机が木とかだったり、店員さんが少なかったり、照明が暗かったり、そういうのはなんか、いや、なんかあんまないじゃないですか。だからいいんじゃないですかね。かっこいいよね。かっこいいと思います、うんうん、行ってみたいなって思ってます。結構流行ってたりして、なんかインスタ映えのために撮ったりはします。タイムスリップした感じで、なんか味わったことない感じなんで結構好きです。朝のダージリンティーでございます。これ500円なんですか？最高の贅沢。そう、じゃあいつもの。ですね、お腹が空きました。朝の7時半でございます。前回に引き続きまして、土湯の新州、昔ながらの喫茶店を巡る旅をしていきたいと思います。まあ喫茶店といえばね、モーニング。長野市もあるんですか？やってるところ続きあります。お、事前調査によるとアポは取ってないんですよね。アポ取ってないです。そこ、はい、アポは取ってない。こんなお店があるなっていう下調べはしてあります。気になっていたところなので。なるほど、はい、ああいうキーコーヒーみたいな、あの大手のコーヒーメーカーの看板があるのが昔ながらの喫茶店のサインでございますか？お、ここですね。キーコーヒーのサインがありますけど、紅茶の専門店。すごいレトロ。ほら、ゆきさん、喫茶店を巡る番組をやってまして、はい、この後モーニングを撮影させていただけないかな。え、 OK でございます。おはようございます。もう早速入ってきました。ここは紅茶のお店なんですか？一応はね、はい、でもみんなそれぞれ好みのもの飲んでもらう。モーニングだからやってますから。あ、なるほど、ありました。11時までのモーニングサービス450円。お願いします。はい、見てください。久々に見ました。お店にかかってくる電話もこの電話が鳴るんですか？そうです。僕が鳴らしてます今。こっちで鳴らしてます。紅茶専門店ゆきです。あ、ダージリンですか？え、大体ダージリン使ってるね。うん、おすすめ品は聞かれや全部って答えるけどね。いつオープンしたんですか？50年ぐらい前ですね。え、昭和47年か8年じゃないかな。昔のコーヒーってまた苦かったんでね、砂糖2杯ぐらい入れなんか飲めなかった。大体落として結構時間経ったのもみんな昔は出してたからね。それでじゃあ紅茶に。そうですね、紅茶コーヒーが350円ですか。ハゲ年かってやるけどね、一人でやってるとね計算できなくなる。2つなら700円とかできるじゃん。308円とか70円とかって言った場合、2つならいくらだろうね。3つなんて言えばまたいくらになるか、お客さんに聞かなきゃ分かんないようになっちゃう。もう20年ぐらい、20の半で変えてないんじゃないかな。朝のダージリンティーでございます。もう紅茶からいただいちゃっていいですか？はい、どうぞ。はい、いただきます。ありがとうございます。来ました。これがモーニング。そうですね、はい、450円。寒い時期の朝に飲むのが最高に美味しい。うん、王道のトースト、香りが良くて美味しいです。いい香りですね、パンの。皆さん口うまくて、トースト見ただけでもう美味しそうなんていう人いるんだよね、結構ね。いろいろ手かけて作った料理そんなことやない。トーストただ焼いて出しただけでもう美味しそうだって絶妙な焦げ具合とかのこのきつね色がやっぱり美味しそうに見えますもん。ちょっとお客さんいつ来るか分かんないじゃん。はい、だからほとんど断っちゃう。あ、テレビの取材も電話だと。そうそう、
こうやって直撃したおかげで受けていただいたと。やめてうちにいても誰も来ていくんですね。毎日どっかへ出かけるのも大変だし、喫茶店ティーをやったらどう、お客さんとか褒めたりけなしたりして、それでもらいながら金もらえるんだよ。当時始めた頃のお店で市内でまだやってるお店とかご存知ですか？市役所ちょっと手前の1階かな、前で駐車場かなんか、ね、高校か専門学校の頃かな、ここに来てた和美って人が働いてんだけど、結構そこは忙しいみたいですよ。あ、そうですか、うん。長野市役所の近くにある、ゆきさんが教えてくれた店、メモアールというお店ですね。集合住宅の1階がお店、ここにもコーヒーの軽食喫茶メモアールです。じゃあ声かけてきます。すみません、長野朝日放送と申します。はい、あの以前、はい、取材させてもらったんですけど、どうしたんです？今ですね、はい、アポなしのロケで。アポなしですか？化粧してくれないと。スタッフの方に化粧をする時間待ちますって伝えてもらっていいですか？わかりました。あの化粧する、化粧するまで待ちますんで、よろしくお願いします。今リップクリーム塗ったとこだからね。こちらでございます。あのまんまで、理由もまだあるし。これ動くんですよ。これなかなか今度修理してくれる人がいなくて、実は僕7年前にニュースで取材に来たことがありまして。あ、来たことあるんですか？はい、そうそう、そうなんです。覚えてらっしゃいますか？覚えてます。今度かき氷食べに来るって言って、食べに来ないで東京行っちゃいました。しっかり覚えてます。そんなご無礼を。うわ、ショートゴロ。可愛かった、2人でお待ちしてますけど。私この店手伝い始めたのが、あの母親がやってて2代目なんですけど、20歳ぐらいで、で和美ちゃんは、あの和美さんというんですけど、和美ちゃんは学生の時にここバイトしててくれて、 2年半ぐらい専門学校に行ってたんですけど、同級生が雪でアルバイトをしていて、私はこのメモアールでバイトをさせてもらっていて、なので結構行き来があって、相互になのでよく知ってます。あ、ありがとうございます。そうなんだ。ランチはどんなものが人気ですかね？皆さんそれぞれなんですけど、ナポリタン500円。そうなんです、頑張ってます。100円でコーヒー作ると。そうなんです。王道のナポリタン。じゃあ彼女に作ってもらって。はい。はい、よろしくお願いします。はい、うわあ、来た。美味しそう。え、これ500円なんですか？はい、そうです。野菜もたっぷりで。キャベツも、うん、ちなみにこれは手作りタバスコになります。どうぞ。タバスコ手作りできるんですか？できるんですって、彼女が作ってます。タバスコも行かせていただきます。うん、うん、うまいわ。ケチャップの旨味がギュッと凝縮されてて、タバスコも後から爽やかにすっきりとした辛さでナポリタンを引き立ててくれます。さあ、お昼時になりそうですよ。はい、お待たせしました。どうぞ。大丈夫です。はい、あ、美味しい。市役所の方とかも多いですか？お昼は市役所の方多いですね。うーん、結局ね、すいません。
すごい12時。今です。ペペのダブル。はい、お待ちしてます。ありがとうございます。あれ電話をするのは、うん、すぐに食べられるようにみんなかけて。それもあるんですけど、満席になっちゃって座れないくて書いちゃうことがあって。はい。市役所も下の方の方はいいんだけど、上の方の方がいつも最後になっちゃって。あ、そうか。いるフロアからして不利になっちゃうんですね。なので席を取るのに。そういう方は特別に。いらっしゃいませ。すいません、何頼んだかだけ教えてもらってもいいですか。カルボナーラ550円じゃないですか。ここはよく来るんですか。そうですね、私は週1ぐらいで。あ、週1、美味しいですね。そうですか。オープン当初から本当に来てる方もいらっしゃいますし、新規のお客さんも結構最近増えてきてるのでありがたいです、うん。ゴンドーアーケードの東側、西敦賀の商店街を歩いています。ここに、名物純喫茶がコーヒー館コカです。はい、あの気さくなマスターが取材 OK ということで、はい、いいですか。おはようございます。大丈夫ですか。突然すいません。これはあ、これね、あの気がついたことをいつも適当に書いて、はい、あのまあ分かる人が分かって笑ってくれればいいなっていう部分なんですよ。これ何か当時としてあったんですかね、デザイン上のこう理由が。いや、それはただのこう肘掛けだから。あ、ここにこうやる。そう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 。あと角度つけると夏はそうめんができるかもしれないけど、ちょっとそれは分かんないけど、やったことないからな。高一郎バージョンとこれ人の名前ですか。そうだよ。これ誰の名前なんですか。要するに高一郎っていうお客さんがパンをもうちょっと厚くして、はい、卵も2つにしてってところが始まって、これは完全なサービス的なやつですよね、はい、その下の高島田っていうのも、私はトーストじゃなくてチーズトーストがいいですってとこから始まってお客さんのリクエストがそのまま名前になってると。そうで、本人たちより今他のお客さんが食べてくれてるって。ああ、なるほど。本当はこっちの名前ね、本当の名前ね、はい、でももうザ・カリスマって言えば、長野でカリスマって言えば一人しかいないんで、彼が愛してるトーストなんですよ。さあ、カリスマは誰でしょう。ザ・カリスマ、うん、だからそのカリスマは誰ですかって聞いてる。え？あ、そうだからザ・カリスマにした。ラーメン界の、信州ラーメン界のカリスマの。そう、塚田健二さん。今はもうなんかカリスマ終わっちゃって巨匠になっちゃってるらしいけどね。はい、お願いします。おお、つまりちょっとテレビ用に載ってありますけど。はい、お願いします。おお、つまりちょっとテレビ用に持ってありますけど。あの初っ端飲めないですね。そうそうそう、うまく考えてね、食べるところから始まる。いいですね、うん、チェリーが復活のクリームソーダとホイップクリームとコンデンスミルクの甘いトースト、すごいインパクト。これ厚さが5センチはあるんじゃないですかね。おお、ソーダにたどり着くまでにちょっと時間がかかりそうですね。そうだそうだ、あ、すいません。申し訳ございません。ありがとうございます。いただきます。こういうこと言ってるから、孫が見た時にまた俺が怒られるだろう。女怒られるんですか。怒られるよ、ちゃんと仕事して。箸がいるのがいい、うん、はい、うん、ん、キーンってなったの。なったんだ。赤は何のシロップでしたっけ。これグレナデンです。日本語で言うとザクロになっちゃうからちょっと惹かれちゃうんだけど、飲んでもらうと、あ、懐かしいっていう。そうなんですよね、うん、飲んだことある味なんですか。そうそうそう、舌は甘いぞ。うん、しっかり舌甘い。でもこれ懐かしい、この甘さ。上から下まで楽しめますね、これ、うん、甘さも違って。これはホイップクリームですか。そうです。それとあとかかってるのはコンデンスミルク。コンデンスミルク、はい、あ、カリッとしてますね。いただきます。
コンデンスミルクとホイップクリームの甘さがいいですね。それとあれでしょ、マーガリンのちょっとしたしょっぱさがうまく、うん、甘じょっぱい感じのなってくるよね。はい、味ですね。っていうか僕ら子供の頃ね、パンに要するにコンデンスミルクというか練乳をかけて食べるとやっぱり夢の食べ物だったの。あ、もう最高の贅沢。そうだってケーキだってバターケーキの時代だからね。だからそこからあこういうものを作りたいなっていうのが商品になって、これも今なんとなく認知されてきてるんでものすごく嬉しい。うん、厚さもすごいですね。だんだんすごくなってっちゃった。元の食パンになるつつありますね。だ本当にこの2つは SNS が流行る前からあった商品なんで、うん、それが今本当に若い子たちが写真を載っけてくれたりして、はい、なんか本当嬉しいです。また若い人たちがね来てくれるっていうのもいいですね。いやこんなにいいもんだと思わなかった。いってらっしゃい。ありがとうございました。いってらっしゃいって言って送り出すという朝。そう、長くやってる喫茶店ご存知ですか。古いところではあの宮城マジョリカさんっていう。マジョリカさんもう今日終わりなの。自分今日1日後スケジュール開けてあるんだ。番組でしたちょっと他のお店も紹介したいなっていうのがありますね。そうだね、わかりました、はい、じゃあ気持ちよくいってらっしゃい。はい、コーヒー館のコカさん行ってきたんですけど。コカさん、はい、取材に行って、あ、いや、あの今度の今度じゃなかったな。あ、そうそう、鶴るなんかで、うんうん、もうマジョリカさんが長くやってるから、ただ長くやってるいいよ、しなくていいよ。取材させてください。しなくていいから、しなくていい、お願いします。コーヒーとか取らせてもらったりお話しさせていただければ。マジョリカってこう書くんですか。うん、そう、全然あの全然あれなんていうの、簡単簡単、これ取ればほら全然草冠4つ、うん、そうさ、言ってくれればさ、ちゃんとしたの着てきたのに。ちょっとコーヒーいただいてもいいですか。でもね、コーヒーは飲んでってもらって構わないんですけど、はい、取材はしてもね、しょうがないと思うよ、うち。お願いします。困ったな、取材に来ちゃいました。いらっしゃい。なんかね、テレビ局の方が山岸さんにぜひ。人に振ります、振るんですね。どうぞお土産。ありがとうございます。いつもの、はい、いつものの注文入りました。いいですね。注文してもいいですか。うん、コーヒーしかないけどいいの。じゃあいつものいつものいいですか。いつもので、はい、すいません。あのいつものって言ってみたかったんです。あ、いつものって言ってみたかった。 いっぱいあったんですよ、お店がその頃、うん、で名前が決めると全部あるでしょ、もう取られちゃってるというか、他にもそのお店の名前があって、うん、それであの、ね、なんか雑誌から取った記憶があるのよ、雑誌を見てて居心地がいいってのはなんか分かりますね。この椅子に座布団を2枚重ねるあたりがなんか街の喫茶店って感じがしますね。ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございます。ありがとう、うん、わー、美味しい。しっかりした苦味と酸味、うん、いくつもレトロ喫茶行って思ったのは、みんなどの店も店主の方のキャラクターが濃い、うん、長く愛される理由ってそういうところにあるんですかね。もう自分たちの時間に入りましたね。いいところ来ましたね。長野市の若里、新大工学部の目の前にちょっとこれまで行った店とは雰囲気が違うお店が、ユイマールってあの沖縄の言葉ですよね。
沖縄出身で、はい、どうして長野に？女房の実家なんですよ。ああそうですか。どうしてコーヒーをやろうと思ったんですか？うん、この空間が好きだったから。この建物がね、はい、あ、土蔵の、ええ、へえ、あの物置だったんだけど、はい、もともとは僕はあんまりコーヒーが得意じゃないんだけど、今息子の代になって息子がいろいろ豆取りをしたり調合してやってるんですけど、はい、そうですか。ありがとうございます。シークワサージュースのソーダ割りですかね、うん、じゃあいただきます。うん、おいしい、おいしい。いやー、たまらないですね。この酸味と酸っぱさと苦味。長野にいながらちょっとこう沖縄の人のおもてなしを受けてしまいましたね。